皆さんこんにちは。明石家さんまさんは日本のお笑いタレントで、数々の番組のテレビ司会者、俳優、そして演出家としても活躍しています。有名な方なだけに、いろんな噂を耳にする機会も多いですよね。その中でも特に気になる話題をご紹介します。2019年7月13日放送のヤングタウン土曜日で、明石家さんまさんが亡くなったジャニー喜多川氏との秘話を明かしました。さんまさんがニューヨークに行った時期、ジャニー氏もブロードウェイを勉強するため現地にいたといいます。大きなホテルの一番上のペントハウスを貸し切って1ヶ月滞在しているジャニー氏が、さんまさんが来ていると聞き、ぜひうちのペントハウスに来てほしい、招待したいんでと言ってくれたそうです。ですがさんまさんは行く勇気がなく、なんか悪いやんかと誇示したそうです。さんまさんは若手時代、ジャニーズ事務所に入りたいとジャニー氏に頼んだそうですが、言うはダメと断られており、ピンポン鳴らしてまた言うはダメってと笑いにしていました。ですがその後も人づてに、いつもお世話になってますとの連絡をジャニー氏からもらっていたことを明かしていました。さんまさんはジャニー氏の姉であるメリー喜多川氏とも交流があり、会うたびにうちの子供たちが本当にお世話になってすみませんっていつも言うてくれはると語っていました。さらに一緒のレストランになると、全部お金も勝手にこっちがどんだけの人数であろうがと何度もご馳走してもらったそうです。そのためあまりのことに、メリーさん、僕お金あるんです、よかったら耳元で僕の年収言いましょうかと言ったこともあったそうです。多くのジャニーズタレントと共演してきたさんまさんだからこそ、ジャニーイズムが若手まで浸透していることを熟知しているようです。そんな明石家さんまさんがパーソナリティを務める MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演し、ジャニーズ事務所の社名変更問題について言及しました。ジャニーズって聞くだけで心が痛む人がいらっしゃるから、どうなんだろうと言うけど、ジャニーズって超ブランドの名前なんで、その辺はそのままでって言うてんねんけども、実はそのままでええわとは俺は言えないやけどもと話した上で、実は名前変えるってとんでもない作業になるんですよと指摘しました。2004年にお笑い芸人のお猿がテレビ番組の企画でモンキッキーに改名したことを挙げ、まあ事務所が大変なの、各局に配ってあるパンフレットとかいろいろ資料とか、それ全部名前差し替えなあかんねん、その作業も大変で何百万かの損害やねんと説明しました。その上でジャニーズなんて全部入れ替えたら、ひょっとしたら2桁億ぐらい行くと思う、看板変えなあかん、名刺変えなあかん、今までの資料変えなあかんなったらとんでもない金額になるからなあと事務所側の状況をおもんぱかりました。共演の村上庄司さんが、でも年商1000億ある会社ですからそんなに痛くはないんじゃないかなと言うと、さんまさんは痛いやろと指摘しました。続けて、そういう心に傷を負ってしまってる方は変えてほしいっていう、変える方向に行くのかなとは思いますけど、その辺は俺も全然わからない、東山が考えてることやからな、一人一人裁判になっていくやろうから、かなりの年数むちゃくちゃかかると思うあれはと話しました。2019年6月24日夜に放送された明石家さんまさんが司会を務める MBS テレビ痛快明石家電子台で放送事故が起きたことが25日分かりました。24日放送分では吉本興業から謹慎処分を言い渡されたお笑いコンビの雨上がり決死隊の宮迫博之さんが出演するため、 MBS テレビは宮迫が出演していない明石家に差し替えて放送する予定でした。ところが当初予定していた宮迫博之さん出演の明石家が放送されるトラブルが発生しました。同局によると、放送開始から5分39秒宮迫博之さん出演の明石家が放送されました。大解剖最新女性下着の世界をテーマにして、宮迫博之さんがひな壇の後列に座っているところが放送されました。その後
10月13日に放送された宮迫博之さんが出演していない明石家に切り替わりました。同局によると原因は何らかのシステムトラブルと見られます。同局は世間の皆さんが関心を持っている中であってはならない事故ですとコメントしました。ネット記事で放送事故という言葉が乱用され始めて久しいですが、真の意味で放送事故と呼びたくなるハプニングが起きたのは2003年の FNS 27時間テレビみんなの歌再開です。この年総合司会はクイズミリオネアなどで当時ノリに乗っていたミノモンタさんですが、終わってみれば主役になったのは、いやなってしまったのは落語家笑福亭鶴瓶さんかもしれません。事件が起きたのは深夜の恒例企画さんま中井の今夜も眠れないでした。長崎県の離島からの中継に登場した鶴瓶さんはその夜現地の住民らと親睦を深めるためにしこたま飲酒し、すでに泥酔状態でした。明石家さんまさんに立ち上がるように促されフラフラしながら立った鶴瓶さんでしたが、それまでくるまっていた布団が剥がれ落ちると、なんと局部が丸見えに、一瞬ながら全国ネットに「もの」が映ってしまい、これには東京のスタジオの中居正広さんも目が点になりました。さんまさんも大の字で倒れてしまい、そのまま番組は CM へ行ってしまいました。番組ではその後当時まだ入社3年目の高島彩アナが神妙な面持ちで謝罪しました。あってはならないことではありますが、あってはならないことが起きるのではないかというドキドキ感が生放送の醍醐味であると改めて気づかせてくれた事件でした。さんまさんの本名は杉本隆文ですが、芸名の由来は実家がさんまの水産加工業をやっていたことから、落語家の師匠笑福亭松之助さんより笑福亭さんまと命名されたそうです。ただ松之助さんは後に屋号笑福亭が自分たちの勢力範囲を示しているような感じがし、さんまさんに不自由さを感じさせていると思われたことから、ご自身の本名明石をオリジナルにした明石家とさんまで明石家さんまに改名させたのだそうです。さてさんまさんはさんまの水産加工業を営んでいたお父さんのもと二人兄弟の次男として和歌山県で誕生するのですが、3歳の時お母さんが病気で他界しました。その後さんまさんが小学4年生の時にお父さんが再婚し、新しいお母さんにも連れ子がいたことから年の離れた弟ができたとさんまさんは大喜びだったそうですが、新しいお母さんは実の子供ばかりを可愛がり、さんまさんとお兄さんのことは完全に無視だったそうです。まるで二人がそこにいないかのようにずっと弟ばかりに話しかけていたそうです。そんなお母さんに対しさんまさんは少しでも興味を引こうと毎日必死で面白いことを考えるようになったそうですが、それでもお母さんの態度は変わらなかったそうで、さんまさんの兄正樹さんは後にお母さんが隣の部屋で酒を飲みながら、うちの子はこの子だけやって二人でよう二段ベッドで泣きましたわ、せやから高文は酒飲む女の人が苦手なんですと語っていました。それでもさんまさんは弟さんを大変可愛がり、それはさんまさんが大人になり芸人として有名になってからも変わらなかったようで、さんまさんは僕のことを昔からすごく尊敬してくれるやつでね、僕が言うことは全て正しいと思っていたみたいですよ。自分にもそれから他人にも素直に自分をさらけ出せるやつでしたねと弟さんのことを語っていました。ところでさんまさんは小学校時代なんとムササビを捕まえたことがあるそうで、当時ムササビを捕まえた少年として話題となったことがあったほか、中学校時代には軟式テニス部に所属していたにもかかわらず相撲部にもスカウトされて代役として市内大会に出場すると団体戦で優勝するほか個人戦でも2位を記録しました。また高校時代にはサッカー部で主力選手として活躍し県大会の決勝まで進んだことがあるなど、運動神経が抜群な少年だったそうです。そんな運動神経が抜群で
明るくて面白かったさんまさんは、体育祭では受けを狙って逆走して脱線するなど、サービス精神も旺盛だったため、女子からとてもモテたそうで、バレンタインデーの時には下級生がチョコを渡す行列ができたそうです。またお小遣いがあまりもらえなかったため、授業を抜け出してはパチンコに行き、パチンコで得た収入でサッカー部のメンバーのためにいろいろなものを買い、部活が始まる前に戻ってくるなど、面倒見の良い性格だったため、男女問わず人気者だったそうです。明石家さんまさんのこれからのさらなるご活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。